はい。今日も始まりました。ザ・ノイジーです。どうも、よろしくお願いします。あに乗り <laughs> <laughs> やった。はい。だんだんと俺たちなんか就業団体みたいになってきてるからね。おのたたえよ。<laughs> はい。ということで、今回も梅くんと私で、えー、映画の話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。ますということで,ですね、あの、なんと、えー、我々の2023年、 はっきり言いますね。ベストマン映画、うん、RRR がですね、2022年でベスト映画、<laughs> RRR がですね、6、はいうん、編がなんと脚中ということですね,、はい、ね。まあまあ、その話自体は結構ね、まあ、前からあったんですけど、なんかいとこの,あの作曲とかやってるおじさんが、なんかナイスアイディアを思いついたらしいという、<laughs> <laughs> 企画が大きく前進したって書いてあったんです、わ <laughs> ーってなってたら、日本で。 もう、お祝いかのごとく、うん、ドルビーシネマでの公開が決定したと。<laughs> やっぱり、リピーターが多いんですよね、結局ね、この映画って。俺はドハマりする人はもうね、もう完全にもうちょっと撃たれた感じだからね、何か薬物をね。本当に、もう、もうあ、浴び、あびに行くって感じですよ、映画館に。<laughs> 何が足んない ?RR <laughs> が足んない、RRR、うん、が足んないんだよ、みたいな感じだからね。<laughs> よくないですよね。そういう意味では。<う> RRR と比べたらってなっちゃうんですよ。何,何見てもなんか。<laughs> <laughs> ブラックアダムを褒めてるのも <laughs> RRR のノリが分かってるの、お前って変な褒め方なんですよね。合格っつって。<laughs> いや、続編。いや、でも本当に、いまだにまだ本当僕自身の熱全然冷めてないんで。そうはね。あ<や>本当にあの思い出したらもう YouTube で。 あの、クリップ見て、なー <laughs> とうなーと見て、うわーとかと一緒にやってますけど。<laughs> 早く、あの、ね、版欲しいって今も話し、ね、うん、この間と話してましたけど、うん、クリップが大量にあるから意外と大丈夫って言うそれをずっと自分の中であれでしょストーリー通りで自分でや <laughs> いや、とまたね、ちょっとこれでドルビーシネマでまたやるんでね。いや <laughs> ドルビーシネマでね。 まあね、と、絞れば絞るほど集まってくるからね、こううのの映画は <laughs> あ。こういう特殊、気合い入れた特殊上映すればするほどね。これ、どっかでやんなかったのかねバーフバリと RRR で、年末、大晦日からお正月オールナイトとかやんなかったのか、どっかにね。まあ、個人的にやってる人はいっぱいいたでしょうけどね、きっとね。まだも全然見れるよな。<laughs> ね、最後に RRR 流す 一晩中元気っていう、そうそうそう。<laughs> <laughs> ずっと何かを決め続けるみたいな感じの一晩中 <laughs>。うわーいやー楽しみだねーちょっと、続編があるんだったら、そこまではちょっと元気で映画見に行ける体を保ちたいね、続編ね。毎年ね、別に縁起でもないことじゃないですけど、もう死んでもいいかなみたいなモードになるときがあるわけですよ。だけど、あれが、あれがあるから、まだ死ねねぇなっていうのが、こう、 それがもう毎年こう繰り返されるからもうこれ一生死ねねえじゃんっていう。よかったです。これそう。<laughs> またこれでさ、ほら、なんか諦めついちゃったなみたいになったのもう、RRR2 があるからまた死ねなくなるじゃないですか <laughs> これ見ないとちょっと無理だな。まあだけど、R がもう一個増える可能性もあるからね。RRRR、ね。<laughs> R R R <笑><笑>いいね、それね。 RRR2 よりかは、そうっすね。<laughs> R が4つになったら、続編やるんだったらね。<laughs> <laughs> まあだけど、仲間が増えるってのは十分考えられるからね、もう一人、ねまああのどね。実際の偉人たちをこれ元にしてるんでしょ、これ実際に。うんうん、もう、だけどうだ、マジの続編なのかな、うん、その、RRR というタイトルで、 中身が全然違うのか。だけど、なんかね、見た感じだと、この話の続きみたいな感じですね。そう,そうそうそう。うん、いや、もう、あと、この二人の、なんか、その、まあ、あの、ご先祖の話とか、息子たちの話って、まあ、だけど、それをやったとしても、同じ人が演じてる、演じると思うんだけど、今のパターンで言ってなか息子です、お父さんです、おじいさんですって言ったら、同じ人だと思うんだけど、それは <laughs>。<laughs> この2人がバルトラムだってイギリス勝てないじゃん <laughs> <laughs> もう無敵戦車だからね2人合体するだけだ大英帝国が陥落するだから次どうなのかね3人で合体するのかなじゃあすげえなーまあで、ね、ほらあのー、ヒロインがあのお国から的にどうい出るのかなそれだからヒロインが今度増えるとかね なあ。今回ほとんどがちょっとあの空気に近かったじゃないですか、その。うん。印象的に出てくる割にはそんなに活躍はしなかったから。いよいよあれだよね。あの、ラージャ・マウリ監督がもう出てくるっていうことじゃないんじゃないそうそう本当に。本編に。<laughs> <ほ> <laughs> もうそうっすよね。R、R がさ <laughs>、<laughs> もう一人の R はで、確かにね。まあ、も監督の R もとって RRR の一人なんでね。そう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 。うん 本人がちゃんと本編に出てくるという。本編に出てくるしかないね、いよいよね。うん、もしくは、うん、バーフバリと世界をバースを共有する <laughs> <laughs> 神話の方に足を踏み入れていく。<laughs> まあ、たぶラーマが最後そ,そうなってましたけどね、その。うん、<laughs> 神になってましたから、最後。<laughs> まあ、一番乱暴なやり方としては、 えっと、神話の世界のバーフバリ王が、この二人がいる世界に召喚されるとか。<laughs> <laughs> バーフバリが。最後の方ですよね、最後。本当にクライマックスの方で。 もうダメだってなったらもうなんか光の中から現れるみたいな感じうあれだねあの「ターミネーター」「<laughs> ターミネーター」とかあの「アイアンマ」とか「パシークリム」のこの片膝いってことであの手をこうやって地についてるあのポーズでダーンとくるってことだよね <laughs> <laughs> どこからか巨大な槍が飛んでくるみたいな感じなのか <laughs> タイムトラベルかなんかわかんないけど <laughs>、うん、いきなりこの2人がいる世界に飛ばされてくるっていうのもありだよねだか その時だとはやっぱあのラージャマオリバースみたいな感じで <laughs> <laughs> いっぱいありますよね<十>監督ね十分人気キャラクターが集結ってのは十分あり得るよねだからねだら神話の世界とはいえこの RRR の世界の時に、うん、自分の,あの愛するこの大地インドが。 こんなことになってるのかって、なんか驚いて。<laughs> でもちろんイ、イギリス軍の方も力と金にね、うん、のでどんどんやっぱり一回あの、イギリス人やっつ,つけたつもりだったんだけど、結局やっぱりどんどん押せ押せで押し返されてて、うん、なかなかあの民族独立ができない時に、王が来るわけですよ、なんかそこになんか。<laughs> <laughs> で、このね、現状を見てこ、ね、この泣く、悲しむんですよきっとね。<laughs> <laughs> なんてことだとだ <laughs> その時にまあやられちゃったけどあれだよねライバルっていうか何なんうっけ敵のアフバリのもう彼もなんかちょっとまたもうあ何でもいいですよもうなんかちょっと転生ですよ転生でよ呼ぶんですよ <laughs> で、夢のタックですよ敵味方がガガッつってなんかまあだから言ってみればほら彼はキルモンガーみたいな思っちゃいす <laughs> そう,そう,そう <laughs> な感覚的にはね <laughs> あそうしたら <laughs> R が5個ぐらいになってもいいかもしれない、ね。<laughs> そ,うそ,うそういや、だから本当、<laughs> ラージャーマウリバースや,ってるやるべきだったら <laughs>、ま、マッキーとかも出してあげてるから、そう、ハエをね。<laughs> いやー。なんてね、タワーごと言ってますけど、<laughs> 楽しみだなーって話ですよ、本当にね。腰が引ける人もいるかもしれないけど、うん、バーフバリと RRR 合体を見てみたい気がするね。<laughs> 君の。<laughs> マジンガー Z そう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 ,そう <laughs> でもちろんあのこのまあこの <laughs> ね <laughs> あのバーフバリーはやっぱあの転生した時にあ,のあれだねちょっと一旦あのあの時の超人パワーを一回失うっていうところで、うん、もう一回この二人で鍛えてもらうっていう,う、ね、<laughs> <laughs> まあどっちも超人なんだけどね <laughs> これね。<laughs> マイティーソーみたいなやつですよね、<laughs> 力を失うけど最初にまた取り戻す。また取り戻すって、<laughs> 最後は3人でこうやって乗る感じでバイクなんか、うん。いや、だけどさ、<laughs> 本当にあの RRR のクライマックスですよ。あの森の中で。うん、あの、ここをが刺してるラーマと、水から出てくるビームの、サ <laughs> バーンの。<laughs> あれを超えるショットが現れるのかっていうね。いやー、うん、期待は高まるね。今のところ、右肩上がりしかない監督だからね、俺たちの中で。決めショットがさ、ほんと完璧だったじゃないですか、あるあるあるあれそうだね。ことごとく。うん。うん、あれ、まだまあ超えてくるんだろうな、きっとな。いやー、<laughs> ここまで来ると、どこまでやれるのかって、見てみたいよね。ね<ー>うん。ナートゥーナートゥーを超える曲が現れるのかとかね。<laughs> いやー、うんうん、もう、 バーフバリも合体したら軽く超えてくるでしょ、なんかそれは。<laughs> <laughs> もしくは、なんだっけ、この、うん、えーとバーフバリの主演のプラバースさんになるのかなあの、王じゃなかったとしても、彼が出るっていうのは、あり得るかもしれないね。ね <laughs>、うん、最強の敵として立ちはだかる。最強そして、新たな、新たな R になるうそ,うそうそう、そこから、ね。もう最後は3人合体だよ、なんかね。 やばい、もうちょっと、3人が走ってるとこだけ考えたらもう。<laughs> この3人合体は勝てないんじゃない <laughs> まあ、安易ちゃ安易だけどさ。いやー、それだな、今のところ、ちょっと一番安易すぎるけど、RRR を超えるためにもう一人プラスワンをするとすれば。<laughs> 俺もほんとベタに、あの、肩車もう一人増やしてほしいですもんね。<laughs> そ,うそ,うそ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 う。<laughs> 楽しみだなとりあえずぜひね、ちょっと、バースか、 今までのキャスト総集結だよ、ね、としたらね、まあもちろん同じキャラクターじゃないんだけど、<laughs> 同じ俳優さんで全部、うん、あの全部ぶち込んでくる。うん、これは熱いい番ね。<ー> <laughs> やってほしいなぁ。まずはね、ちょっとこのドルビシーマーを皆さん行っていただいて、もう満杯にして、いろんな存在感を示すってね、これね <laughs>。<laughs> <laughs> また来ていただかないといけないのでね。<laughs> そんなにお前ら好きなのかと。<laughs> いや、ちょっとね、日本人の俳優さんもちょっと使ってほしいね。ね、誰かちょっと、まあエグザイルでもいいけど踊れ,踊れる人をね、やっぱり。ういや、俺ほんとこの劇場公開やってる時にね、あの、あそこ、新宿のピカデリーで、うん、ポスター売ってたんですよ、あそこ。通販に売ってないのに、あそこであるあるポスター売ってて、えー、もう、マジで買っときゃよかったと思って。<laughs> <laughs> 売ってんのかなまだ行ったら。まあね。普通になんかね、丸めたやつが置いてあっただけだったんで。あるんじゃないのうん。まあもしくは、なんか、後々グッズ出そうだけどね、もうそういうなんか。いや、だからグッズだからもう通販とかやってて、うん。もうね、ポスターがでもないんですよ、その中で。あ、そうなんだ。いや、もうだから Twitter のアカウントにリクエストしないで出してくれって言って。<laughs> 俺、この、このポスターって欲しいですもんね。<laughs> <laughs> 確かこれ配るはずなんだけどこれなん言,え、うん、言えばなんか作りそうだけどね本当にここまでくるとうん一応まだあの iMAX 見に行った時にもらったミニポスターちゃんと大事に撮ってあるんでちょそうそう額に額 <laughs> に入れなきゃなと思ってるんですけど <laughs> どんだけハマってんだよ <laughs> 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 いやまあちょっとねあの詳しい方からしたらちょっと鼻で笑われるような話でしたけどまあちょっとね、うん、あのぜひちょっと続編をお待ちしてますんでねはいお願いします はい。はいうことで、今回はね、RRR の続編があるんじゃないか話をちょっと二人でしてみました。はい。っことでね、あの、こうやって、あの、あることないこといろいろ言ってますが、いろいろ頑張って更新してるチャンネルですので、ぜひ、チャンネル登録、よろしくお願いします。あとね、動画の高評価も何卒とぞ。よろしくお願いします。はい。っことで、えー、梅くん、どうもありがとうございました。皆さんもご覧いただきまして、どうもありがとうございました。では、RRRR、なんか <laughs>、期待してます。よろしくお願いします。ありがとうございます。